皆さんこんにちは、ムービー作家のソラカーです。はい、今日はこの間出したこの限定キラチキコーデと普通のやつ。普通の、それ普通じゃねえだろ。まあ普通だけど、両方使って2回やっていきたいと思います、はい、ね、じゃあまずは最初はどっちからやる？こっちのコーデ、うん、この間ね、このキラチケキャンペーンでもらったやつやりましょう。はい、それではやってます。この間サンダラ遊んだからさ、結構あとちょっとだね。結構そうだね。まあでも10月期やる？まだ11月で、キラチケを目指す11月、こっちだよ。はい、まだ若干出てないのがあるから、それを目指して。もうみんなスーちゃんコーデだ。スーちゃんコーデ並んでる。終わっちゃうよ。はい、本日の曲は流しも結構やったよ。あ、いいよ。とりあえずやってみましょう。シューズがないのかな、うん、だから普通のにする。ちょっと待って、この髪型に似合う？似合う。シューズはこのトラックが当てたやつだよね。そう、というかママがね。ちょっとその髪型に似合う。似合うね。こっちの方が好き。さあ、コーデは誰のコーデですか？これ実はそのパパさん、さっき作ってきました。そしてエモちゃんは普通に、あの、なんだっけ、普通の可愛い人できた。これいいんじゃない？可愛い。お、似合うね。ほら、3人ふらくセンターじゃん。それで衣装が違う。お、嬉しい。はい、皆さん、若干その動画が変わったのが気づきましたね。毎回これ踊るね。なんか可愛いもん。この踊り可愛いよね。ミラクルキラッチ絶対ね、このコーデでね、絶対この歌やるよ、アニメで。最近言ったとこ見たことないんですけど、その間も5回やって1回も行かなかったからね。はい、そうね。これ。あ、これ可愛いね。この写真でいい。はい。それが出た。おー、出た。それ1個、じゃあこれは次の動画でやりましょう。はい、ね。やっと揃ったね、ジミコ、それね。やりました。でも動画良かったね、これ当たってね。はい、じゃあ次のコーデね。これですね。キラットレアのね、コーデにちょっとまだ
ヘアアクセがないから、うん、当たりで出たやつを使います、はい、こっちは口がなくて、そう、足すと全部揃ってるんだけどね、うん、じゃあお願いします。はい、はい、隅っこグラスって、あ、そうだね、これ、そうこの会社ね、この会社すっごい可愛いんだよね、隅っこグラスして隅っこグラス作ったからね、うん、撮るの？撮るの？どうぞ、びっくりした、見たら見たら、あ、写真撮影。さあ、今度の曲はどれやるんですか？それやるな、違う。珍しい曲。空があまりやらない6人もの、プロチケのコードとか、あ、それとりあえずやってみましょう。とりあえずは何からいく？コップス？まずワンピですね。ミラクルキラッツ、グループキラッツワンピ。やっぱり青のが似合うんじゃない？ね、その分その靴、ね、ヘアアクセがないから、借りましたと。これね、ブランド違うんだよね。ブランド違うんだよね。お、いいね、このコーディネート可愛いね。ありがと心配されてましたよ、今日も。